トカマクラ、ミラアンタレスです。よろしくお願いします。いや、なんなのそれ。合ってたよ今。ありがとうございます。ミラアンタレスって何？私の作品ですけどもね。あ、今日もこんなにたくさんの、はいはい、FEPC の方々が、いやいや、私の撮影会に来られたということで。 FEPC はそれどころじゃありません。徹底的にトカマクボディを研究してくださいね。もうこの子連れて行ってください。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。ちょっと私最近思うのがね、うん、やっぱ結婚するなら6歳の男の子がいいと思ってね。お縄だよ。お縄だよ。あんたそんなことしたら。うん、お縄、お縄ね。そうよ、あんた。ん？お縄？あれ、私お縄って名前だったっけ。北空だよ。だよね。だよねって。なるほど、本名がお縄地奥平流十津法。誰それ。あんただって。いい加減にしてよ。変な名前。ウジ虫って。いや、変わってんじゃん。そんな名前の人いないよ。皆さん残念ながらこれが素なんです。ウジ虫ってひどい名前。 あと少しで英樹様が漫才やりますから。あと少しだけ付き合ってください。もう終わるんで。笑った。あ、そうそう。今度は何？あのね、聞いてよ。もう何？あのね、あの最近ね、うん、うちの女子寮で殺人事件があったのよ。完結戦地下センターの？そうそう。そりゃ物騒だね。ちょっと怖いよ私。怖いよそれ。犯人まだ捕まってない。本当？怖いね。怖いよ。何が怖いと思う？だって犯人捕まってないんでしょ。そうじゃないよ。え、何が怖いの？ワイドショーが近所にインタビュー来るじゃん絶対。幻想郷テレビ？そうそう。あー、来るかもね。それが怖いわ。そこ。うん、私ワイドショーバージンだから。うん、あのさ、ちょいちょい死も挟むのやめてくれる？経験ないもん。大概バージンよそれ。そうなんだ。ちょっとやらせてよ練習。いる？その練習。うん、怖いもん。いや、見たこと答えればいいだけじゃん。だって怖いもん。もう困った子ね、あんた。じゃあやってみる？うん。はい。あのですね、はい、幻想郷テレビのものなんですけど、はいはい、このコーポで起きた殺人事件についてちょっとお話を伺いたいんですけれども、よろしいですか？あー、大丈夫ですけど。カメラ入りますけども。あー、ごめんなさい、ちょっと顔私。はい。出るのニュークリアフュージョンなんで。ん？あ、顔は。そうです、顔出されると私ニュークリアフュージョンなんで。あ、顔は出ないように。出るんならニュークリアフュージョンなんで。 NG でいいですよ。ニュークリ NG でいいですよ。あー、そうなんだ。はい、いいですか顔、あのモザイク処理で。あなたに？いや、違う、意味ないから。あなたにね。あー、そうなんだ。あ、声変えた方がいいですか？いや、本人変えないですよあれ。え？いや、現場で本人が変えてるわけじゃないですよあれ。音声処理してますから大丈夫ですよ。あー、そうなんですね。いや、変えなくていいです。そんな声聞いたことないでしょ。変えられますけど。いや、変えなくていい。いつも通りの。あー、いつも通り。じゃあカメラ回しますんで。はい。早速なんですが、はいはい、この辺で、はいはい、殺人事件が起きたんです。起きましたね。起きました。起きましたね、殺人事件ね。被害者の方と、はいはい、面識とかは？面識はね、ありますよ私ね。殺人事件ですよ。なんでテンション上げて。いつも通りって。いや、あ、それがいつも通り？はい。でも笑顔はやめてもらっていいですか？ああ、殺人事件なんで。そうなんですか、わかりました。はい。被害者の方と面識っていうのは？はい、ありました。ありました。はい。お、どんな感じで？朝とか会って挨拶を。挨拶をする。まあ挨拶代わりの一発を。一発を？お見舞い。お見舞い？お見舞いはしてない。しないですよね。挨拶をする。するくらいですね。なるほど。どんな方なんですか？いや、もうすごくいい方でしたね。いい方。いつも笑顔で。笑顔で。ヘラヘラして。ニコニコ。はい。ニコニコにしましょうか。え？言い方がね。はい。怪しい人は見かけませんでしたか？ああ、見かけました。見かけた。はい。それどんな感じの人ですか？若くて背の高い女性で。背が高い女性。お、どんな様子でした？冬なのに。はい。 T シャツ1枚で。スカート履いて。いや、スカート履かずに。 T シャツのみ？はい。え？ T シャツのみ？クリスチャン・ラクロワの。あ、いい T
シャツだ。はい。結構いい T シャツだ。お、見かけた。はい。それを見て警察に通報した。してないです。してない。なぜ？するほどのことでもないかなと。するほどのことでもない。はい。他に何か見ませんでしたか？そういえば事件の前日に表の公園で、はい、その不審者と被害者が言い争うのを見ました。言い争っていたわけですね。はい。どんな感じですか？被害者の方は T シャツ1枚で。被害者も？はい。 T シャツのみ？はい、エスカーダの。あ、それもいい T シャツだ。はい。それいつぐらいですか？お昼ご飯時に。え、ちょっと整理しますよ。はい。前日のお昼頃に、はい、被害者と怪しい人物が T シャツのみで、はい、言い争いをしている。はい。あの、どこから見たんですか？うちのベランダから。ベランダから。 T シャツ1枚で。お母さんも？はい。T シャツのみ。島村の。ああ、庶民的だそれは。はい。他には被害者の方の交際関係とか。あ、彼女がいたみたいです。女性なのに。はい。事件当日とか何か見ましたか？来てたと思いますよ。その彼女どういう女性でしたか？人形使いのアイスマーガリン煮の。え、アリスマーガトロイド煮では。ああ、そうそう。はあはあ。では綺麗な方で。いや、そうでもない。あ、そうですか。アリス煮なのに。はい。ではフランス系で。いや、メカ系で。メカ系？ロボット的な。はい。そして部屋に入っていったわけですね。はい。なんか夜中に言い争う声が聞こえました。二人が言い争っていたんですね。はい。え、どんな感じでしたか？被害者の声で。はい。この全身狂気野郎。この全身狂気野郎。すると相手の声で。はい。この全身狂気野郎。うん。そして被害者は。分解してやる。分解してやる。そして相手は。分解してやる。オウム返し。その後激しい音がして。はい。物音がして気になったんで。そうですよね。外に出てみたんです。外に出た。そしたら血まみれの。血まみれのモビルスーツを着た。モビルスーツ？アイスストロベリー煮のアリスマーガトロイド煮ね。女性が飛んで逃げるのを見ました。飛んで逃げていった？はいはい、そうです。そしてお母さん、すぐに電話しました。あ、警察に。いや、実家に。実家に？はい。実家に。なぜ？あの、悟り様に保険のこととか。その後どうしましたか、お空さん？すぐロボットを追っかけました。追いかけた。追いかけて取り押さえました。取り押さえた。そしてすぐに電話しました。警察に？実家に。また実家。なぜ実家に？米とか送ってくれたので、そのお礼を言わされたから。ああ、地霊殿の方から。はい。送ってくれたんですか？はい。そしてどうしたんですか？それでロボットを落ち着かせて。落ち着かせて部屋に戻りました。被害者の部屋に。私の部屋に。お母さんの？はい。そしてどうしました？口説きました。口説きました。タイプでしたか？タイプでした。はい。で、どうでしたか？ダメでした。でしょうね。そんな気分じゃないって言われました。そんな気分じゃないですよ。それですぐ被害者の部屋に戻りま。扉を開けて。はい。びっくりしました。私どうなってましたか？うちと間取りが違いました。同じコーポなのに。あの、もっと奥に入りましょうか。奥行きました。で、部屋に入ったらどうなってましたか？血まみれの女性が倒れてました。倒れてた。被害者の方。被害者。そしてお母さんどうしました？あの、ロボットがすごく混乱してたので。はい、混乱してますよね。お香を炊きました。お香を炊いた。はい。落ち着きましたか？落ち着きませんでした。ですよね。ちなみに何を炊いたんですか？アヘン。落ち着くか。なんで持ってるの？実家から送ってもらったので。悟り様が？はい。そげなバカな。で、はい、その後警察に通報してない。してない。なぜ？するほどのことでもないかなって。はい。その後どうなりましたか？寝ました。寝た？はい。お母さんの部屋に戻って。いや、そこで寝ました。そこで寝た。3人で寝ました。3人って被害者入ってますよ。はい。被害者を挟んで川の字で寝ました。川の字で寝れましたか？気がついたら朝になってました。朝になって。そして警察に？実家に。またアヘンが切れたって連絡を。地底にアヘンはないって。で、その後どうなりました？何がですか？通報したんですか？してないです。え、じゃあロボットはどこにいるんですか？今私と住んでいます。お母さんと？はい。いるんですか？中にいます。いや、ちょっと呼んでくださいよ。え、いりますかそれ？いりますよ。ちょっと呼んでくださいよ。じゃあちょっと待ってください。はい。アイチュー。アイチューって呼んでるんですか？ちょっと話がある。ちょっと、あなたでしょ。あなたが殺したんですよね。あなたが殺したんですよね。
ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、トカマクラブネタがつきませんね。実家に。実家、お父さんらしいですよね、なんかあの辺が。はい。さあ、残すところ朔也さん、はい、あと一組です。そうなんです。いよいよ英樹様がネタを披露します。はい、最終決戦最後に登場するのはバイナリードロップです。どうぞ。